そこにいるハル君が私をダメにしたって言った。でも私が壊れそうになった時、手を引いてくれたのがそんな人たちだった。私は一人じゃない、たくさんの人が支えてくれてるんだって。だから私が壊れなかったのは才能の差じゃない。もし差があるとしたら、それは信じられる人の数かな。ですよね、ハル君。信じられる人の数、その差。ユウヒちゃんと一緒に金字塔女子に行ってたら、きっと最強のコンビになれたと思う。もちろんそれはそれで楽しいだろうけど、私はここで私だけの答えを、私の居場所を見つけた。だから見てて、今日ユウヒちゃんに私と一緒に来なかったことを後悔させてあげるから。言っておくけど、私がいなくても金字塔は強いよ。でも私は世代最強のスパイカー。1年のユウヒちゃんレギュラーになれるなら十分つけ入る隙はあるよ。むしろ真の最強を目指すなら、こんなところで止められるわけにはいかないから。すみません、今の話は聞かなかったことにしてもらっていいですか。だって真の最強を目指すとか言っといて、もし負けたりしたらここつかないじゃないですか。なのでこの試合に勝ったら改めて聞いてください。それじゃあ、ハル君、ユウヒちゃん、行ってきます。この前はいきなり失礼の態度で、すみませんでした。もらえると助かります。それとお名前聞いてもいいですか。サカゴ。じゃあ、あなたは。すみません、以前所沢さんにバレエを始めたきっかけを聞いたことがあるんです。そしたら彼女、きっかけはダイエットだったって。その時です。あなたのことを聞いたのは、昔引っ越していたお兄ちゃんみたいな人がいるって。所沢さんがダイエットして体力もつけて、いつか再会できたらいっぱい遊ぼうって約束したんですよね。昔の所沢さんですよね。私も写真見せてもらいます。はい、はい、面影のかけらもありませんでした。
失礼しました。と言われても、私の知ってる所沢さんはいつもキリッとしていたので、私だけの力じゃありません。今日はチーム全体が乗ってるというか、皆さんから力をもらえてる気がします。嘘でしょ、うちだって練習試合だからって手抜いてるわけじゃないのに。で何があったんですか？先週の試合通りならうちが圧勝してるはずなのに。1週間でこんなことありえません。何よりみんな所沢さんの動きについていってますし、その所沢さんですら先週とは比較にならないほど動けてます。信じられる人の数。あ、ごめん、変なとこ上がっちゃった。カバー、私に持ってきてください。オッケー、所沢さん、行くよ。みんなが繋いだボールを私が